徳川宗春は、江戸時代中期の大名。尾張徳川や第七代当主、第七代尾張藩主。尾張藩主前は五連氏である、大久保松平家当主。尾張藩主就任時に規制緩和政策を取った、宗春は、失踪倹約策の八代将軍、徳川吉宗と、よく対比されるが、幕府が、原文の改中で、 金融緩和をした際には、終わり藩では引き締め政策を行っており、単純な規制緩和ではなかった。歴代藩主と同様、終わり藩主就任後に、吉宗から、僧の返旗を授かって、胸春ると改名した。改名前の意味名は兄、徳川義道の、通の字を得て通り張る。出典元禄9年10月28日、終わり藩第三代藩主。 徳川綱成の二十男として、名古屋で生まれ、一万五郎と名付けられる。母は、側室の梅津。元六十一年に、祖母の千代姫、翌元六十二年に、父の綱成、元六十三年に、祖父の徳川光友が、相次いで没した。法永五年十一月、兄で第四代藩主の吉道より返旗を受け、忌名を通りはるとする。吉道は、 奥で遊戯を取る際には、胸春と共に食事をしたほど、末っの胸春を可愛がった。聖徳2年兄道明、通里音は、江戸に下校し、十四位下に除任され、不大衆となるが、胸春は、名古屋に残されたままとなる。宝永6年3月、久留米藩主有馬即忠氏から、尾張藩五連氏筆頭四谷松平義行宛に、万五郎を、仮養子に迎え、 その後正式な用紙にしたいという申し出があった。しかしこの話は立ち消えている。翌正徳3年4月に、江戸へ移り、星野藤場を故障とする。ウルる5月、江戸に下校した際に堂々した終わり藩士2人が、けつとんし、滑覆自害する事件が起きる。同月に、終わり藩五連氏柳川藩主、松平義政が成居し、7月には、 終わりは四大藩主の兄、吉道が皇居する。さらに10月には、おいで吉道の後を継いだ五大藩主五郎太が政教し、兄、道明が継ぐともと改名して六大藩主となる。12月に元服し、旧バツ春と名乗る。聖徳6年2月に第七代将軍、徳川家継に、おまみし、3月に、不大衆となり松平元無バツ春を名乗る。同年改元後、 教法元年7月に、第八代将軍、徳川義宗当時の幕府の創生により、十五位下主権頭に除任される。教法3年4月、暴走にかかるが、間もなく回復する。同月、兄、通り音が、名古屋城下に撤居禁止となる。12月、十四位下に除任する。義宗から特別に高狩りの獲物を数度賜り、 吉宗お気に入りの不代衆と共に紅葉山、東照宮の予算を命じられるなど、五家門衆として、将軍吉宗に大切にされる。教法13年、実母の専用院を見舞うため名古屋へ下校する。教法14年6月、柳川藩第3代、松平義宗が没し柳川藩、大久保松平家が断絶する。8月に、吉宗から肝入りで、 柳川藩三万国を改めて与えられ、大久保松平家を再興する。十二月に十四人下自重に任官し、大広まずめとなる。教法十五年九月、日光社産。十一月二十七日に、兄、尾張藩六代藩主、徳川嗣友が没死、翌日、嗣友の遺言ということで、尾張徳川宗家を相続し、第七代当主、徳川通春となる。 教法16年正月、講義のハット、代々の法規を守るべきこと、判定内での株音玉の許可、夜の外出の許可、本寿院の秩教特例を出す。同月に聖4し下左この絵剣少将に除任する。続けて、十三味左この絵剣中将に除任する。将軍吉宗より変記を授かり、徳川宗春を名乗る。3月、十三味参議 左この絵研中将に助任する。同月、政治宣言の著述、恩知西洋を表す。同年4月、名古屋城へ入る。名古屋入府の際の胸春一行は、華麗な衣装をまとい、また自身も別行性の当人傘と、旅まで黒ずくめの衣装と漆黒の馬に騎乗していたと、いう。胸春は、名古屋に戻ると、四代藩主。 吉道の五連十随商院の実家の宮城家に三千両を寄付し、朝廷との関係を大切にした。名古屋城下では、東照宮祭、終わり祇園祭、一ヶ月半にも及ぶ盆踊り等の祭りを奨励した。また、女性や子供が夜でも歩ける街にするために、町賃を城下に数多く置いた。嗣友時代に廃れていたお下屋敷を建て直し、そのお披露目の際に、 城下の女性と子供を呼んで踊りの大会を丸二日間行わせ、その際に武行以上の住職たちにも閲覧させている。藩士に城下の芝居などの見物も許可した。当時の幕府は、教法の改革を推進する将軍、徳川吉宗のもと、老中、松平の里の主導で質素倹約規制強化が徹底しており、祭りや芝居などは縮小。 廃止されていた。それと全く逆を行く宗張は、規制緩和をして、民の楽しみを第一に政策を進めていく。緊縮財政、法規制の強化をする幕府に対し、開放政策、規制緩和の終わりフとなっていった。ただし規制緩和のみではなく、神社仏閣への公式参拝には、即対牙の清掃で赴き、 幕府の法令も先回りするなど、宗張は幕府に対立する姿勢は全く見せていない。むしろ幕府の法令を遵守するように命じて、大切な形式はしっかりと守っている。一方、巡視などでは、朝鮮通信使の姿、歌舞伎、脳の派手な衣装で出向いたり、時には白い牛に乗って街に出たり、民衆が喜ぶ服装を工夫した。 名古屋城下郊外に芝居小屋や遊郭等の遊興施設を許可するなど、規制緩和政策は商人たちに受け入れられ、名古屋の街は賑わっていった。教法17年正月、自身の著書、音痴西洋を藩士に配布した。3月には、上21個上を発布した。その中で、 行き過ぎた倹約はかえって庶民を苦しめる結果になる。規制を増やしても違反者を増やすのみなどの主張を掲げた。これらの政策には、失素倹約を基本方針とする幕府の教法の改革による緊縮政策が経済停滞を生み、公害による不作も重なり、各地で暴動が頻発していたことへの反発があると言われている。なお、幕府の倹約経済政策に自由。 経済政策理論をもって立ち向かったのは、江戸時代の藩主では宗張だけである。この結果、つ友時代の倹約令で停滞していた、名古屋の町は活気を得て、その繁栄ぶりは、名古屋の藩下に刑が冷めたとまで言われた。また、宗春の知性の間、終わり藩では一人の死刑も行われなかった。宗春は、犯罪者を処分する政策ではなく、 犯罪を起こさない町づくりを目指し、藩士による表だった巡回をさせている。また犯罪者が増えると、死刑ではなく、別の処分も行われた。さらに、侵入しようとしたものを、野ざらしの刑にはしたが、結果的には、夫婦として普通に生活することを許可した。岐阜への巡視では八つぶりをさせ、下への巡視では、 徒歩で移動するなど、当時としては斬新な行動をいくつも行っている。こうしたことで、当時としては珍しく、生存中の大名が、浄瑠璃や歌舞伎の題材となった。教法17年には三勤交代で、江戸へ下る。仙台継友時代、教法10年に、火事で消失した、江戸上屋敷、市ヶ屋邸が、新築再建され、着手の一万五郎と共に、 中屋敷工島町邸から移る。5月5日、東昇権現、徳川家康から半祖、徳川義直が配慮した上り旗並びに着難一万、五郎の武者飾りを見てもらうために、市ヶ谷邸を江戸町民に開放した。これは新築された市ヶ谷邸の披露も含まれている。通説では、その後、5月、または9月に、 将軍吉宗から死者を介して質問されたと言われる。その内容は、というものだった。これに対し宗春も、一応上位として受けるも、と一歩も引かず反論した、と、通説では言われる。宗春は、規制緩和による経済の活性化を図るものの、終わり藩の財政は赤字に転じたと通説では言われる。教法18年12月、宗張は、 終わり瀬戸水の山から木曽の山々に至るまでの2万人規模の巻狩りを計画するが、家臣の反対で中止する。家臣は規模を縮小するように宗春に進めたが、宗春はカくクに2万人規模を主張し、結果的には巻狩りを断念する。教法20年3月、江戸財判の藩士に遊興博打を禁じる例を出す。9月、宗春が名古屋にいる時に、 着南の国丸が江戸判定で成去する。この年、吉宗より配慮した朝鮮人参の栽培をお下屋敷で始める。原文元年、三箇所の有利を最も高級な西高寺遊郭の一箇所に集め、芝居小屋も新規は取り払うべしの命を出し、規制緩和政策を交代させる。教皇年間の後期から原文当時の幕府は朝廷と対立しつつあった。 朝廷内では、新幕府派のこの絵家と、反幕府の霊元法王が激しく対立していた。この絵家広が皇居した後は、桜町天皇側近で、霊元法王の強い影響下にあった一条健康を、中心に、朝廷は動き始めていた。幕府は、水戸藩から上廷された、大日本史の出版許可を朝廷に求めた際に、夕食古日の大家でもあった。 霊元法王門下の一条健康に最下を仰いだ。10年間放っておかれたが、再度許可願いを出した。南北朝問題があり、一条健康は、不許可とする。ところが、幕府は、朝廷の許可を得ないまま、その3年後に、大日本史を出版をしてしまい、朝廷と幕府の間は緊張関係に陥った。終わり藩は、代々朝廷と深いつながりを持っていた。 当時の幕府の緊縮規制強化の経済政策は、公害などにより失敗しており、一方で宗張の規制緩和の経済政策は、大成功を収めていた。さらに宗張は、遊興禁止令等、幕府の政策を先取りして、終わり班で徹底させていった。こうした先手を打つ宗張によって、 幕府の威信が揺らぐと判断していた幕閣と、尾張藩を持ち上げる朝廷との間で、宗張と尾張藩は徐々に、政略的に板挟みとなる。そのような状況で、実定の石川正友が、幕府中枢にいた、五府家老、竹越正武をはじめとする、国元の藩重心は、宗張の失脚を格索する。竹越正武は、吉宗と計画したと言われるが、 実際は吉宗本人ではなく、老中、松平の里,里との連携であった。宗春に引き続き、もう一人のご不可老、なる瀬まさが、参勤交代で、江戸に移った、直後の原文3年6月9日、竹越正竹たちが、終わり領内で実権を奪い、宗春の藩主時代の命令をすべて無効とし、宗春藩主就任前の状態に戻すとの宣言を、発した。 そのために、終わり藩領は、混乱を起こしてしまう。この混乱に対し、宗春は、琉球畳の祈祷所を建設し、毎日祈りを捧げたという。原文4年正月過ぎから、将軍吉宗は、恒例の行事を代理に任せて、奥に引きこもってしまう。そして、正月11日、終わり藩の家老たちを、江戸城に呼び出し、松平の里,里から、 実居謹慎の内命を受ける。翌正月十二日に、将軍吉宗からの隠居謹慎命令を、広島藩主、浅野吉長、水戸藩五連氏道のく山藩主、松平頼り同じく、水戸藩五連氏日立府中藩主、松平頼りにより伝えられ、宗春は、江戸の中屋敷麹町邸に、そして、名古屋城三ノ丸の屋敷に隠居謹慎させられる。 六代、次友の時期である教法三年の収支は、金部門では、収入119041両、支出105662両で、差し引き13379両の常用米部門では、収入13970国、支出113741国で差し引き7229国の常用があり、これを、 同年の米価一国イコール金二両で換算すると、操作し引き27,837両の黒字となっていた。米部門の収入公費は、年貢米越小物なり、三照口米などの付加税で、支出項目は、江戸下米や、家中拭ち米など。また、金部門の主要な収入項目は、年貢金、三役銀などで、支出項目は、江戸費用や所役所経費。 終わり家一族の入用、過信団の淵などであった。教法13年も、捜査士引八28,167両の黒字を、形状していた。だが、宗春が藩主を継いだ教法16年は、捜査士引万27,064両の赤字に転じ、隠居前年の原文3年には、金74,607両、米四百八十九国余りという、 巨額の累積赤字を出し捜査し引き147,585両の赤字となった。赤字補填のために領民に多額の借り上げ金を命じて庶民の暮らしを圧迫することになった。これを継いだ八代宗勝は契約を続けた結果、延長4年までに金部門では28,288両が、 不足するものの、米部門は114,779国の上与となり、捜査指引では13,612両の黒字に転じることに成功した。胸張は隠居禁止後、父母の墓参りも含め、外出は一切許されなかったと言われているが、実際にはそのような、粗略な扱いなどされていない。終わりファンの祈祷時交渉時にも参拝記録が残っており、 父母の墓参りも許されなかったというのも、文献上確認できない。後に、菩提寺である、県中寺へ、お参りに行き、その時、市中の人々が長地味を軒先に並べて、参拝を迎えた、という記録も残っている。五連市美濃高須藩主の松平義康が、徳川宗勝として、後継となったが、宗春の養子という形式ではなく、終わり藩は、 幕府が一旦召し上げた上で改めて宗勝に下した。宗春は、終わり前校門と呼ばれるようになる。宗春の子供は8人のうち7人までもが、宗春の終わり財布中に、江戸で亡くなっていた。宗春の直居近親は六代藩主、継友の実母、泉光院の三の丸の屋敷であり、時には、藩主、徳川宗勝より、貴重な品々の贈り物があり、 悠々自適の生活を送れていた。また、将軍吉宗が死者を使わし、宗春の秩虚謹慎に不足しているものはないか、高狩りや魚取りができずに気鬱にならないか、とかなり気を使って、景色うかがいをしたという記録もある。平和公園内の墓法暦元年、吉宗が公表する。法暦四年、お下屋敷へ移る。 尾張徳川や菩提寺の建中寺への参拝、尾張藩の祈願書である矢事山交渉寺への参拝が許される。失去後の宗春は、茶碗を焼いたり、絵を描いたり、光明神言や念仏を唱えたりして、悠々自適の生活を送ったという。即室の泉と、尾春は最後まで宗春に寄り添った。明和元年10月8日死去。享年69。宗春の死によって、 徳川綱成以来の断景の血筋は断絶した。宗張が隠居禁止し、宗勝が八代藩主となると名古屋は、宗張の残した莫大な負債を返済すべく、六代藩主、継友の時代の法令が復活し、失素権役が奨励される。そのため、名古屋城下の賑わいは、火が消えたようになったとされている。宗張が隠居して15年が経った頃、 城下の商人であった小刀屋東西門こと、木又正直が宗張の恩赦を願い出たが、この行動は罪に問われ、篠島に島流しとなった。その後も、歴代の終わり藩が老なる世家の当主なども幕府に宗張の恩赦を願い出ていた。また、宗張が隠居後初めて菩提寺の建中寺に、先祖の墓参りに出たのは、 宗張隠居後26年後の法暦11年のことであったが、尾張の町内の者たちは、宗張のために町鎮を並び立てた。延居2年、吉宗は隠居して、大御所となり、嫡男の徳川家重が、将軍に就く。吉宗の知性後半の幕政を主導し、宗張を謹慎に追い込んでいった、松平の里とは、老中を罷免された。家重は、小川御用人として、 大岡忠光と田沼奥継ぐを徴用し、それまでの失踪剣薬による財政禁縮政策が徐々に転換していった。法歴10年、十大代将軍家春が就任する。家春の時代には、幕府の政策は田沼奥継ぐが主導し、重症主義政策へと転換していった。終わり班では、九代将軍家重と同年同月の法歴11年6月に、 八代藩主宗勝が公共する。そして九代藩主宗地下がつくと、名古屋は宗春時代の賑わいを徐々に取り戻していく。宗地下は、終わり藩中高の外まで呼ばれるようになる。隠居後も宗春は、将軍吉宗から配慮した朝鮮人参を、下屋敷で大切に育てていたが、後宗地は宗春が育ててきた、薬草園を用いて、名古屋の医学を、 大いに発展させる。終わり藩十代藩主の成友は、一橋徳川家から養子に入るが、成友の母方は二条家出身であり、九条家を通して四代藩主、義道の血が流れていた。その成友は、宗春を祀る三能者を、下屋敷内に創建。通称誠式権限と呼ばれ、主彩神は宗張、創伝には、徳川家康。 徳川吉直であった。明治維新に至るまで、毎年死者が出たお祭りが行われてきた。宗張没後75年の天保10年、11代将軍、家成の十二男成高が、終わり藩第十二代藩主に就任する際、宗張の名誉が回復されて、十二県大納言を送られ、歴代藩主に列せられる。十四代藩主吉組は、下屋敷の薬草園後に、 西林庵を、江戸の下屋敷、富山邸より移して、宗春の墓台を弔った。宗春の死後、遺体は、建中寺に埋葬された。土葬だったため、明治期の発掘調査では、ミイラ化した状態で見つかり、肩び扉や守り刀の木刀も残っていた。1945年に、名古屋市が空襲を受けた際、焼夷弾の直撃を受けて、墓石の一部が損傷した。 終わり藩主代々の墓石は、修復が困難なうぬま師が用いられており、しばらく損傷した状態であった。戦後、名古屋市の復興都市計画に伴い、市内の墓が、畜区の平和公園に移転し、宗春の墓も移されるとともに、意外は仮装された。なお、副葬品などは、建築時に収められている。2010年、有志の集まり、NPO 法人。 胸春ロマン隊により、胸春の墓が修復される。2012年2月5日には、尾張徳川や第22代当主、徳川義高や名古屋市長、愛知県副知事等と共に、胸春ロマン隊は、尾張七代藩主、徳川胸春公を大河ドラマにしようまいという祭りを、名古屋城で行い、この日の名古屋城への来場者は7000人を超えた。参考資料。 小玉光太監修、三日田間三編、内閣文庫蔵書公年表東京堂、出版1984年発行その他、創生の兄弟姉妹が30人以上いる。宗春に関する記録は近親撤去後に、幕府によりほとんど処分されたとされ、現存する資料は、極めて少ない。史実上の誤解として、しばしば、徳川宗春は、徳川義宗と、 将軍職を争って敗れたとされ、上記の暴れん坊将軍や、大岡越前でも長きにわたりそのように描かれていた。両シリーズとも、その部分が後に訂正されている。ありがとうございます。